はいはい、おはようございます。女優の相模原さくらでございます。一応ね、こちらがこの電車でね、いよいよね、脱出でございます。神戸脱出でございます。私のね、空いてるところ、もう間もなく発車なんですけどね。座りたいんですがね。はい、こちらね、今とりあえずこの辺だとね、しばらくね、おさらばできますのでね。こちら少し見ようね。近鉄奈良駅でございます。とりあえずもう出発14時2分なので乗車いたします。はい、通りました。なんだかね、ほっといたしますね。あの電車見なくていいんですかね。先ほどね、山陽電鉄のね、電車見なくていいんですか。これでもね、とりあえず置きます。お待たせしました。ナンバーホームに設定されたスピーコーいや、ボーナスピーコーがいます。ボーナスピーコーがいます。ご注意ください。まもなく走る。神戸脱出でございます。なんだかね、ほっとしますよね。あ、無事にね、抗原検査が簡単に PCR ね、 PCR と申してもいいですけどね。それはもう自分に自信持っておりますからね。まあ、いろいろね、まあね、なら好きな方も嫌いな方もそれぞれいらっしゃいますからね。秋のならね、いいです。少し冬支度してますね、こちらも。プライベートトラブルです。女優相模原さくらの。近鉄奈良駅です。私終点まで乗車本日です。新大宮です。新大宮はね、先頭が出口なんでね、まあ、楽ですね。まだね、ラッシュの時間帯外れておりますから、かなりね、お手頃、まあね、それなりに先にね、宿泊代金お支払いしますけどね。まあ、詳しいことは後ほどの作品のお楽しみください。ちょうどいいですね、いい風。はい、ね、近鉄に入ればね、幕を開けたいんですけどね、なかなか幕開けにくいですね。
神戸の景色なんかね、私嫌いなんでね。私はね、あの田舎好きですから、ね、人の関わりはね、一切お断りなんですけどね。それがなければね、田舎ってあのいいんですよ、自然の。電車に乗ってね、都会まで旅気分でね、いいんですよ、田舎というものは。都会の中でもね、交通機関のね、鉄道空白地帯ありますからね。で、下手にね、中途半端なところですと、列車混雑しています。遠方の方がね、逆に空いていますよね。こんなね、神戸なんかね、どの線でもね、混雑しまくりですから ね、 ね、奈良ではね、たびたび私一人のこともありましたからね。まあそこは人口の違いですけどね、気候の面もね、全く異なりますし、そうでね、服装等もね、気をつけて、体調を崩さないように必要あります。これ近鉄電車なんですけどね、一本、あとの電車、本来13時40分。便所に向かっておりましたからね。何も1時間30分前後便所ありませんから、まあまずね、何も食ってないね。まあ昨日は家の残飯ポテトを食いました。準備早く帰りましょう。食事してからね、少しもう眠ってしまいましてね、途中で起きて。本日そんなに、ね、慌てなくていいんでね、昼の時間帯を過ぎてから出発いたしました。まあ明日はね、これヘアサロンですけどね、ヘアサロンね、リザーブしておりますからね、専属ねスタイリストお待ちしておりますことでね。まあいいんじゃないですか。まあヘアサロンもね、長い付き合いなんで、スタイリストの方がね、私アシスタント時代からね、私のことね、お互いね、知り得ていますので、気心ね、分かっております。奈良の方なんでね、お話であると楽しいですしていて、その点ね、やっぱり神戸人はギスギスしていますからね。まあ景色とかも映さなくていいです、私の顔さえ映れば。いや、なんか見加減しのところだったと思いますけど、見加減しないか分かりません。1時間経過すれば景色ね、変わりますからね。鶴橋ね、過ぎますね、生駒でぶっ飛ばしますからね。とりあえずね、宮駅前の市役所の近くのホテル、そうするね、近鉄奈良線新大宮駅前の奈良市役所近くのホテルです。手頃なホテルです。でも高級なホテルじゃありません。今ならキャンペーンでしょ、タイトルの2022、かなりね、全国割は全国割ですけどね、かなり割引率が異なります。奈良県独自で行っています。まあとりあえずね、まずはね、
まあ男なんでね、まあ行きたいところもねあります。いい機会をね逃しますとね、まあね、なかなか足進まなくなります。その点あの密から回避されてね、のんびりいたします。かなりもう疲れ溜まっておりますからね、魚崎ではね、一路ね、まずはね、生駒に向けてね、県境、府境、県境ね、二府県ね、またぎますね。ただいま鶴橋駅を出発いたしまして、次の停車駅はもう奈良県の生駒市です。船が2つ県またぎですね。少し暑いです。到着するとね、風が冷たいです。この電車は奈良駅快速急行です。途中、生駒、楽天前、山手線大学、新宮駅に停まります。次は生駒です。楽天から富ヶ丘、長田、王子、鉱山、生駒山頂方面は戻り返です。生駒の次は楽天前に停まります。 Thank you for taking Kintetsu Railway. This train is a rapid express.少しね、視聴者の方から質問がありまして、富ヶ丘なんですがね、次の生駒で乗り換えるので結構ね、距離はありますね。これノンストップですからね、生駒まで停車はしませんけどね。中央線の地下、大阪メトロの直通まで行く場合でもね、結構時間かかる普通列車なんでね、一つね、視聴者の方から質問ありましたね、この場でね、ご回答いたしますね。なんだか気分違いますよね。次はね、生駒近鉄百貨店前です。トンネル抜けるとね、生駒近鉄百貨店前です。ただいまね、氷炭山駅通過中です。速度落としております。普段はね、全速力なんです。氷炭山じゃないですね、まず私間違えましたね。私としたことがね、氷炭山でした。私間違えるはずありません。山登りです。電車の勾配です。
服ね、上げれませんでした。硬くて、ね、太陽がね、反射入ります。太陽の反射見慣れた光景でございます。自宅ですね。いいお天気になりまして、日頃の行いがねよろしいございますとね、こういうことに反映されます。仕切り結果がいたしました。まもなくね、新生駒トンネル突入です。トンネルを抜けますと生駒近鉄百貨店前です。いよいよ奈良県に突入ですね。トンネルに突入いたしました。少しね、暗い顔がね、はっきりと映ります。くだらない顔ですけどね。まあ、ご覧ください。またね、近鉄奈良線の快速急行の車内です。伊勢神宮さん、もうね、お正月近いですよね。まだね、今回はね、小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけたですね。あ、いいですね。奈良はね、もう知り尽くしておりますからね。沿線、近鉄沿線ね、外れると少しやはりただばからないとかありますけど、登山は私はあまりしません。まあ、登山は行わないですね。早いですよね。以降も近鉄百貨店前です。
以降も近鉄百貨店前に到着いたしました。以降は近鉄百貨店前です。奈良町快速急行です。次は楽園前に、あとね10分少々で到着ですね。最大直前にね、再び私がね登場いたしますんで、生駒に到着です。明日に参ります。ご乗車ありがとうございました。大和西大寺、西大寺です。天に橿原神宮前、京都方面はお乗り換えです。京都方面は3、4番乗り場の電車にお乗り換えです。近鉄をご利用いただきありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。大和西大寺近鉄百貨店前です。この電車は大和西大寺近鉄百貨店前です。ご利用乗り換えの際は車内にお忘れ物ないようご注意ください。Thank you for taking 近鉄 Railway.This is Yamato Saidaiji. Station number A26. Please change here for trains to Tenri, Kashihara Jingu Mae, and Kyoto. For Kyoto, please transfer to track 3 or 4. Thank you for taking Kintetsu Railway. 右側の扉が開きます。ご注意ください。The doors on the right side will open. Please be careful. ではね、次の新大宮で下車いたします。このままね、続けます。
占い師発想したかった言うたらただの占い師やろ大体は学校でオカルト部に所属してるっていうことにしてあの子カードもいいかなそれにまあとりあえずいい感じいい感じ占いしてくれて大体だいぶ全プリントのこの石を買って確かにあれあの未来のことやったら分からんからこの石を買って3回まで回避次は新大宮新大宮です。1360円です。ステーションの A27 未来やったら分かるかもしれない。少し見にくいですけどね、平常9席の、ね、ところ少し総合が近くにありましたからね。新大宮に到着いたしました。はるばるとね到着いたしました。まあ、2時間慣れてますからね。あのなんか物足りないですよ。ちょっとやっぱり、ね、奈良のね、奈良市の生活拠点なんでね、観光というよりね、普段の生活拠点なんでね、情報客の方多いですよ。先頭が改札です。到着しました。立ちます。新大宮到着です。あらね、歩いてホテルに来ますまだじゃあこのまま向かいます。新大宮です。この電車は次までです。こちらの電車で、ね、乗車してまいりました。久しぶりに私もね、ギャザーいただきます。到着しました。あ、いいお天気ですね。こんな感じの年季なんですよ。年季まあまあ人はねまあまあ多いですけど踏切ありますけど難しいな。現状急性徒歩でもねいろいろI'm sorry.
電車一台通過通過するか発着するかですか。あ、これは私が乗車する一台前の乗電車です。半球電車。上がりますので、ね、もう一台通過しそうですね。まあ今はね、もうあの踏切のところをあまり見かけませんから、ね、やはり久しぶりにこういう光景見るのいいですよね。まあ、ここからね近いので、まあ、何の電車来るでしょうか。時刻ね覚えてませんね。こういうです。あの市役所はね、もうジャンカラがここに、この近くなんですけど。あ、生活拠点ですよね、ここね。あ、電車通過です。特急列車でございます。日本列車特急列車です。では向かいますね。ホテルのようにはありませんが、このまま向かいます。スーパーホテルです。そこにね、まあ、2分なんで、どこで、ああ、このまま向かいます。少しね、入りますと静かなところですよね。まだ早いんですけどね、少しなんかね、とりあえず代金支払ってね、少しね、気が離れますと静かなところです。あ、牛の餌には困りません。観光という感じというのは、ね、少し薄いですけどね、目立つ看板がね、あるわ。あ、若草山きれいに見えております。あちらは若草山です。でもはずなんですけどね、ありました。私の見つけ方が悪いんです。あの東横院です。こちらです。まあ、いろんなね、中の明細とは後ほどご説明いたします。静かなところでね、いいです。向こうからでもね、赤草山きれいにね遠望できます。
こちらでございます。到着です。普通のシティホテル、まあ、手軽なホテルです、ね、こちら本日からねお泊まりの東横院奈良新大宮駅前です。まずね少し入室までね時間30分前後あります。とりあえず、ね、先にお支払い済ませて、ね、少し待ちますね。到着です。